はい、ということで今回ゲーションはサンダーを食らってミニ状態の時、直進するかドリフトするかどっちが速いということで比較していこうと思います。画面左が直進、画面右がドリフトです。通常時は直線でドリフトしてしまうと蛇行をしてしまうので遅くなってしまうんですが、小さい状態の時はどうなんでしょうか。先にゴールするのはドリフト。まあ、差はねそこまで大きくないんですが、なんといってもメリットはでかくなった瞬間に最大速度に持っていける、これが結構でかい。結論、サンダー食らったら直取り直取り。他にもマリオカートで気になることがあればコメントください。